ここからは明日にかけての大雨の情報についてお伝えします。予報センター川端さんとお伝えします。よろしくお願いします。はい、お願いします。この時間の雲の様子から見ていきたいと思います。はい、衛星画像を見ていきますと、この白いところ結構活発な雲も一部見られてますか？はい、そうなんですね。はい、現在に、日本海にですね、低気圧そして前線がありまして、この低気圧や前線に向かって南から暖かく湿った空気が入っているんですね。はい、そして、こちら雲がボコボコとしていますけれども、雨雲が一部発達しています。はい、そしてこの雨雲が今陸地にかかっているような状況なんですね。はい、では今後の予想についても見ていきたいと思います。こちらご覧ください。はい、はい、こちら雨雲の予想明日にかけて見ていきますと、この後今日の夜そして日付の変わった後も南から暖かく湿った空気が入り続けますので、太平洋側のエリアを中心に雨足が強まりそうです。はい、場所によっては1時間に50ミリを超えるような非常に激しい雨となる恐れがあります。はい、また、豊後水道ですとか紀伊水道を抜けた先のですね、兵庫県内そして山口県から広島県内、こういったところも雨足が強まってくる可能性があります。はい、ではこの先もどのくらい雨が降っていくのか気になりますね。はい、予想される降水量を見ていきますと、はい、こちらはあさって20日の18時までの予想される降水量となります。はい、こちら見ていきますと、特に多いのはこの太平洋側のエリアですね。四国、高知県内そして紀伊半島の南部、和歌山県内ですね。はい、多いところですと250ミリを超えるような大雨が予想されています。まあ、こういった形で西日本の太平洋側そして静岡県内なども大雨に警戒をしてください。はい、その他にもですね、山口県内から広島県内、さらに兵庫県内そして岐阜県内と、こういった太平洋側のエリア以外のところでも雨足が強まりまして、また新たにですね、土砂災害ですとか河川の増水氾濫などが発生する可能性がありますので、この後もこういった災害ですね、警戒いただきたいと思います。はい、今雨が降っているようなところ同じような場所で今後も雨が降りやすくなっていきますので、はい、最新の気象情報にも十分に注意してお過ごしください。ではこの後も雨雲の動き、雨の様子についてはお天気アプリウェザーニュースでもご確認ください。